長が、はい、こちらのステージにおいてはですね、2014年の第28回いちご姫コンテストからスタートしたいちご姫ユニットの皆様方がこちらのステージを飾っていただけることとなります。さあ、そんないちご姫のユニットの皆さん、もうご存知ですよね。知ってますよね、皆さん。知らん、知っとる、どっちやねんっていう感じですね。でもね、やっぱり可愛いって感じでですね、皆さんの応援の声がいちご姫ユニットの皆さん方のですね、やっぱり力となるんではないでしょうか。そんないちご姫の皆様方がこちらのステージを、今日は8名いらっしゃるって聞いてますので、はい、大丈夫でしょうか。準備の方がさあ進めていただいていますので、はい、それではいちご姫の皆様方のユニットの皆様方をご紹介したいと思います。いちご姫から選出されたいちご姫ユニットは、常設のいちご姫劇場久留米シティプラザの C ボックスで他月に8回ほど定期公演を行っているそうです。さあ、いちご姫をよりリアルに応援できる環境が整い、劇場では歌、ダンスなどのパフォーマンスをはじめ、さまざまな活動で人気を占めています。ということで、今日もこのステージ第42回ふるさと久留米農業祭りのステージ飾っていただきましょう。それではいちご姫ユニットの皆さん、お願いいたします。二人遠く行く
ご紹介させていただきます。いちご姫のリーダーやっちゃんこと斉藤康代です。よろしくお願いします。やっちゃん、はい、高校2年生17歳の水本梨沙です。よろしくお願いします。リーサーお楽しみ。はい、ショートカットがトレードマークの太里こと太里奈です。よろしくお願いします。お便り。アンパンマンが大好きです。ふかたんこと瀬口ふかです。よろしくお願いします。ふかたん、はい、今日も元気いっぱい頑張ります。関凛こと下川関です。よろしくお願いします。はい、はい、歌うこととデルタマンが大好きなアイポンこと曲がりふちゃいです。よろしくお願いします。アイポン、はい、声が特徴的なサリちゃんことサラウタリユカです。よろしくお願いします。ふかたん、はい、いつも元気いっぱいニコニコがあるのメガロボス。はい、今日はこのメンバーで一生懸命頑張っていこうと思うので皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、早速ですが次のステージはいちご姫の妹分いちひなスリーズのステージです。それではスリーズのステージをお楽しみください。それではどうぞ。Thank you.
こいいステージをお楽しみください。それではマリニャンどうぞ。
で、うん、はい、うん、はい、どうだったその時は。2人だね今思うとだいぶねメンバーも猫を飼っちゃって、うん、あとしりちゃんもいたねその時。あ、そうだ、うん、そうなんです。今日みたいにすごい賑わってた、うん、今日の方が多いかもしれない。あ、そうなの、嬉しい。その後のなんだっけ、抽選会美味しそうなやつがね、うん、いっぱいあって、その記憶がすっごいこびりついてる、何を食べたの？食べて、あ、なんか覚えてない試食みたいなのしてなかった抽選会の時に。あ、それ違った、あれかな、したしたよね、うん、した、私した。あれ何だったの？なんか、売り物、商品を私たちが食べて感想を言って、うん、皆さんが欲しいみたいな感じだったんだけど、食べたものは覚えていない。え、じゃあここにいる会場の皆さんがオークションでこう欲しいものにいくらっていう感じのスタイルってこと？そういうスタイル。じゃあ今回もあるのかな、あるのかな、もしかしたら。じゃあ皆さんこれから豪華商品をゲットして帰られるわけですね。ですね、ですね、はい、あ、ごめんなさい。抽選会はあるよね、抽選会はあるみたいだよね、うん、いや、うん、ぜひね、本当は私たちも参加したいぐらいだよね。はい、今日はね、屋台もいっぱいあるよね。 iPhone なんか食べたいの見つけた？ちょっとまだあんまり見てない。あ、焼き鳥食べたい今聞いただけよ焼き鳥食べたい。ぜひね、時間があればね、うん、そうだね、はい、今日はもう皆さん見てください。もうちっちゃいお子様からおじいちゃんおばあちゃんまで幅広い方々に見ていただいているので、今日最後まで皆さんと一緒に盛り上がっていきましょう。はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次の曲に行きたいと思います。次は切ない恋心を描いた曲となっております、ディアンドグッバイです。さよならさえとは切れない。
ビアンドグッバイをお聴きいただきありがとうございました。続いての曲がいよいよ最後の曲になるんですが、まだまだ皆さん一緒に盛り上がっていってください。今日はいちご姫だけでパフォーマンスさせていただきます。すいません。それではお聴きください。もっとギュッと。もぼりのとこない夢、流れる星のように、そっと君に伝えたい。星空、光る星空、
来週の土曜日19日は久留米でボーリング大会が行われます。次の日曜日20日は JA ふるさと祭り、その後 C ボックスがあるので皆さんぜひお時間があればご参加ください。お待ちしてます。お待ちしてます。そしてこの後は抽選会にいちご姫ユニットも参加させていただきますので、よかったら見ていってください。そして2時からチェキ撮影会を行いますので、よかったら話にお話に来てくださいね。よろしくお願いします。はい、今日はふるさと久留米農業祭りへお呼びいただきありがとうございました。以上、いちご姫ユニットでした。今日は本当にありがとうございました。祭本部よりお持ち物のお知らせです。会場、催しの場で、スマートフォン